県は熱海市の土石流災害や新型コロナ対策を拡充するため合わせて218億円余りの補正予算案を発表しました県の9月補正予算案では土石流災害の起きた熱海市伊豆山地区の復旧支援などに51億4600万円を計上しましたまた、た緊急事態宣言が延長されたことで、 休業や時短営業に応じた飲食店に支払われる協力金が追加で発生することになるためこの事業にはおよそ157億円が計上されていますこのほか新型コロナの第6波に備えた病床の確保や外国人の新型コロナ患者を受け入れるための体制の整備費用なども追加予算案に盛り込まれています今回の予算案は 来週から始まる予定の県議会9月定例会で審議されますが県は飲食店などへの協力金については先に議決するよう求めるとしています。